うん、お疲れ様です。今日は、はい、久々にレジェンド浜野登場だわ、はい、いや実はさちょっと腰言わしちゃって。浜野さん、あもう腰コルセット巻いてひどい。その辺もちょっと話聞こうか。この間言わしちゃって、はい、2週間ぐらい休んだんじゃないか。よし行ってみようか。はい、動画をお楽しみの皆さん、よしありがとうございます。ちょっとあの宣伝告知になるんですけど、今回12月12日夕方の5時から名古屋で飛び職限定の名刺交換会で、これは取引したい人されたい人っていうかな、元請け下請けちょっといろいろ集めて、今すっごい飛び職足りてないんでやろうと思ってます。詳しくはあの概要欄にリンク貼ってますんで、そちらから飛んでください。あとなお今後ね、これ12月過ぎて今年過ぎてもあのいつでも今後これ定期的にやろうと思ってますんで、この動画見た方はぜひ興味あったら名刺交換会セミナーなマッチング系、まあ、外壁塗装とか塗装屋さんとか帽子屋さんとかいろいろ建設業に特化していろんなイベントやってみんなが勉強できたり成長できたり取引が増えたりっていうことをちょっと考えてますので、ぜひそちらの方も参加もお願いします。それでは続きをお楽しみください。レジェンド、はい、レジェンドお久しぶりです。うわーこれまた大変ですね。いやまた和風はいないね。今日はレジェンド何しに来たかっていうと腰言わしたじゃないですか、はい、どうです2週間ぐらい進んだね、あれね。そうです。もう大丈夫なんですか。はい。うわこれ濡れる、腰がやばいでしょ。はい、こうはいいんですけど、こうが無理ですか。うわぁ、下とかが、アンチの下入らなかったもんで大変だもんね、とこお前。はい、ハンさんいくつ。土曜日で54。今週土曜日。お、これじゃあ誕生日動画ですね。23日ですよ、ね。23日。10月。うわあ、これはさすがだわレジェンド。でもどうやって塗るんですか。ちょっと塗るとこ見せてくださいよ、久々に。うん、腰が痛いでかわいそうだけどな。大丈夫ですか。ね、2週間も休むとで。だってあのコルセットもずっと巻いてるでしょ。はい。大変だね。やっぱ和風は大変だよね。はい、でこの木部もボロボロだったんで、うん、サビを一緒に入れたんですよね。下塗り代わりに。結局サビって何。あ、え、どういうこと。サビ木部も、サビとサビの時に一緒に入れていくんですよ、うん、あ、これサビ。はい、これサビです。あ、まだ色作っとんの。いや、こういう色です。ダークグレーってやつがあるんで今。あ、それ入れてもらって。はい。あ、ほんと。はい、サビ止めに入れて。あ、これサビだ。はい、サビ止めです。そうだね、艶がないもんね、はい、でこれも一緒に全部入れていくんで。あ、ほんで木のところも木も全部入れるんで入れて。あ、もうこれ全部サビ入れたんだ。はい、下塗り代わりに吸い込んじゃうもんで、下塗り一発入れて、はい、そしたら木も強くなるし、はい、で、あと中塗り上塗りを3回塗りですね。痛い。もう3回塗り入れるんだ。サビやって中塗りを、これをまた養生かけて、うん、で壁仕上がったらまた。あ、そういうことか。まあここも壁も仕上がってないし、ここも一発で入れてるね、これ。はい、サビ全部入れました。まあ、これもサビか、はい、全部サビ入れて、はい、ついでにこの木も全部入れてあって、はい、あ、ちょっと悪いなと思ったから、はい、入れんときあるでしょ。そうですね、生き取るときは、うん、入れなくても2回塗れば、うん、収まるんで、うん、収まらんもんで、こういうやつ。収まらんっていうのはどういうことですか。吸い込んじゃうもんで。吸い込むとどうなるんですか。吸い込むと、もう木がもう汚くなりますよね。色ムラみたいな、ムラが出ちゃう。ムラってなんだよね、はい、汚いね、あの塗装したばっかりの汚い家あるじゃないですか、はい、誰塗ったんだこれっていうのはそういうところに差が出るんですよね。だから3回塗るとだいぶ収まるもんで、うん、はあ、一発先にで特にサビなんか止まるもんで、はい、止まるってかね、吸い込むんで、そうですね、はい、吸い込み止めですね。吸い込み止め、じゃあ先に吸い込ましといてサビを、はい、そうすると色ムラが結局吸い込むと艶がなんか飛ぶんだよね。なんかほんでムラムラになってなんか吸い込んだとこと生きとるとこは差が出ちゃうもんで、ね、うん、でサビ止め入れることでもちろん強くなるしね。そうですね。ほんでなんかよくさ、俺も見積もりやっとったでお客さん言うんですけど、そんな見た目は少々いいわって言うけど、違う、ムラムラになっとるってことは、それだけ薄いとか吸い込みムラが出てるってことは持ちが悪くなるってことですよね。そうですね。そりゃそうですよね、はい、きちっと吸い込んでたっぷり塗ってたりゃ、はい、だってムラないから。今4回塗りすると塗装屋も多いぐらいだよね、はい、ちょっとじゃあちょっと腕塗りください。仕事もう一発入れるんだ俺、はい、まだこうやって上の作業はまだいいんだ、伸びるときはいいんですよ。あ、やっぱ体伸ばしとると。でもずっともうコルセットもつけてますよね。はい、塗料持つと偉い。偉いです。夏はもうコルセットが暑いし。ああ、そうですよね、はい、だからあれ外したらもう痛くてたまったもんじゃないでしょう、はい、これも歯で全部拾って、はい、これ2回目だよね。
要は壁1回入れといて下塗りを入れといて検閲を2回入れるってことね、はい、で上から上から仕上げてこんと、うん、全部汚れちゃうもんね。全部汚れちゃうもんね、はい、で錆だけはもう先に入れといたよ。それなんで錆だけ先に入れるんですか。壁を先一発入れとけば、うん、今度上仕上げた時に2回目3回目いけるもんね。楽なんですか。あ、楽なんだ、先に入れた方が、はい、なんで楽になるんですか。またこういうとこがいい、あの3回やると汚れちゃうもんで。ああそうかそうかそうか、はい、なるべくあの手間かからないように。ああ、はい、でも白もまたね、はい、納めに行かなあかんもんで。そうそうそう、白も結局これ1回目塗ってないと、はい、またここを3回塗った時にこの白いところにもちょっと飛ぶもんで、はい、どっちかにも絶対飛ぶから。上の方上から上からずっと降りてこない、うん、できるだけこれさっき塗らんと壁仕上げても汚れちゃうもんで。まあ そういうことですよね、はい、うん、結構ね大変だよ塗装って。考えてやらないと。そうそうそう、なんかみんなね、視聴者のみんな子供でも塗れるって言うけど、いやいやローラー転がすのは子供でもできるけど確かに。これで何人ぐらいで収まらないかんですか、ね、この現場15とかですかね。15人、はい、予定15人だよ。あと雨戸とかも全部あるんで。雨戸全部あるよ、これは。これ全部塗るんだよ。水洗いもあって下塗りあって中塗り上塗りあって、雨戸、ハーフ、軒天、遠い、ひさしと、ひさし、雨戸あって、窓ね、向こうはモルタルなんで、うん、また材料違う。材料違うもね、壁がね、はい、大変だぞ、はい、でもプロじゃないといけないよ、15人で収める。それでもやっぱ お客様出しになると100万ぐらいいくもんね。塗装だけじゃないね、これシーリングもあって、はい、足場もあって。こういうのがめんどくさいですよね、ペンキは。これは大変だね、つつかなかったもん、ね、あそうだね、あそうだね、はい、これあの結局溝になっとるもんね、奥まで、うん、入れなかったもん、ね、でそれ白いところにまた塗料をかぶるもんで、はい、また塗りに行かなかったしね、はい、でそういうとこにもう逃げて適当にやっときゃいいけどね。いやダメですね、そんなことできん、はい、言われてもできん、はい、会社がやってくれって言っても、はい、そんなことやれるわけねえだろうって。こういうとこも全部もう突っ込んどるもんね。それがレジェンドだわ。ちゃんとでも職人次第だね、そういうとことが錆びてくるんで。あそうだよね、はい、結局あとはもう腰だね、やっぱ手術しないじゃないですか。そこまでではないんで。だけどもう大変でしょ。まあまた動画になるもん、手術してください。いやそこまで。ぎっくり腰はあの手術しても治らないんで。あそう、はい、もう安静にするしかないらしいですよ。あそういうことですか、はい、ヘルニアとかは手術で。あのタモさんは何、もうぎっくり腰です。あヘルニアはないないです。あぎっくりがもう癖になっちゃうみたいな、はい、でずっと痛いみたいな感じ。うわもう治らないな。屋根なんかやると一発ですよ、もうかがんでるもんで。うわあ、ほんと、はい、すぐです。屋根ない物件しまいじゃん、もう金残らんしね。屋根ないと。そうそうそう、屋根って本当にまあ合間合間でやるでね、はい、こうハスな。あ、ほんとこのベランダ防止偉いんちゃう。ああいうしゃがめるのはいいんですよね。あ中古したもんで、ね、屋根は。ああそうかそうか、もう途中で痛くなって座りますもん、うん、まあそうだよね、無理しちゃうと後で響くのね、はい、結局現場止まってもらったら自分がもう偉いもんね、はい、すぐ痛くなります。こっちカパウとこっちが痛くないし。あそう、はい、あ両方あるんだ、はい、別にあるんだ。こっちはなんか座骨神経痛みたいな感じであるんだ。痛いんですよ。あれそれカパウでぎっくりになるんだよね、はい、もう一回なったらダメって言うでしょ、はい、ぎっくりってね。俺ないんだわ。急になりますよ。うわ俺もうダメ、動けんかったの。うわ車乗ろうと思って足上げたら、うん、なんかビキビキってなって。うわでそれで下ろしたらもうビキってなって。うわ初めての時。はい、座席にこうやってなりましたもん。それでも仕事行ったの。いや救急車呼びました。あマジ自分でこうやって呼びました。あもう無理だと。これはもう5件って、はい、病院連れてもらって注射打って、うん、でも動きになったですもん、まあ、現場自体はね1週間とか2、3日でね歩けるようになったのが4日ぐらいだもんで。あまあいい作業だったらいいけど、またそれでエレー作業は無理だわな、はい、あれが怖いんですよね、あの洗浄機とか持ち歩いた時とか。あそうだね、怖いんですよ。僕ら飛び職もそうだもんね、もう1回やると膝から上げないんだけどね、はい、どうしても上半身だけで上げちゃうと。そうだよね、怖いんですよ。この作業がいかんだよね、はい、こういう風に上げとりゃ、はい、そんなにね、はい、いいんだけど。きついなぁ、まあ、さ千枚さ会社新築の時はいいんだわ、はい、広いもんね、うん、とかって足場が狭いじゃん俺ら、はい、基本ね、はい、うん、一番下は寝転がらなかったんですかね。そうだよね、そうだよね。それ一番腰痛いでしょもんね、はい、そういうところやらんときゃいけないよね、うん、もう見えんでいいわ。だってさ究極さ浜田さんこれ俺がさ、まあ、さっき半分冗談でさ、まあ、まあいいじゃないですかそんなところはって。ほらここにおるから見えるけど足場離したら見えんないって。だって見えるわけねえやんこんなところ、うん、こんな狭いと
真下から見ても分からんだろう。視力 3.0 の、 あのオスマン参考みたいな見えんでね。でここもそうなんだ。ここなんか足がバラしたらもう何塗らんでもバレない。そうそうでしょ。だってこれ上か下からしか見えんだからさ、はい、上だってひさしなんだから上から見えるもんじゃないもんな。そういうところをきちっとやっぱりやって。そうです。それは手間食うわ。今だって50万60万でほんとこうやって塗るんだもん。どうやって塗っとんだよね。無理だと思いますよ。無理だよね。だって本当にそうするとだって、まあ、足場もあってシーリングがあったら6人ぐらいで収めなあかんとか。確かに7人で収めなあかん。無理です。そうだよね。水洗いで絶対1日かかるんでしょ。どうしようなんかほんと見て。これ窓ならいいけどあれもうサッシとか全部あんだけやっとるね。であれだけが養生じゃないでね。で途中養生もあるよね。またこれ壁塗るときこれ養生しなかもで、ね、これまた やるんだもんね、はい、何回も養生し直しがあるわけじゃん。これ一発入れてできるだけ養生ないように先に塗って。そうです。でやってるわけだよね。ほらさ6人7人ぐらい無理ですよ、まあ、色はつくけどって、はい、だけどよう見てみてあれだ。塗るだけでも6人で無理だと思いますよ俺は。無理だよ ね、うん、それぐらいの値段だと思う、ね、一回塗りでもめちゃめちゃ値段だもん。まあ、ちょっと他の動画でも言ったけど、まあ、本当にもうお客さんの人もちょっとまあうちも、まあ、できれば 5% 目標はね上げて、まあ、そうしんともう本当に今何やっとるってやっぱ管理とかも15件とか20件管理したらくしゃくしゃじゃん。で結局ねで大体その中によく1件2件なんだよね。わけわからんことタダでやれとかタダで一体バンとか言ってそんなこと言うわけないやろみたいなことをやらしてきてさ。でちょっとのこんなさあれを全部サビも全部取る。ちょちょお前そんいくらかかると思ってるの。一回工場に出してもらえ機械でやってもお前何百万だろそんなことやって。で品質は最高級求めちゃうもんね。自分は安いよってもうほんと色しかつかないですよ。つかないよね。やれんもんね。無理です。いやいや浜さんが7000円ぐらい働いてるからそれっていいじゃん。だって俺昔俺も見積もり営業やった時に言われたのが追加でやってってあ1人区ぐらいじゃあまあ人気だけでいいですって、まあ2万円でいいですって言うと、はっ1号だろうって言って、バカなのかと思うんだ俺本当に、うん、あなた会社行っとったらいくらですかって給料30万でしょって。20日しか働いてないって30万だったら1万5千円かしらんけど社内保険がついとるでしょって、あなた有給があるでしょって、あなたらボーナスあるでしょって、年金あるでしょって、どんなやのと職人個人事業主やっとるとはいえ2万円でもやらないのね、うん、まあ、2万円いっぱいいっぱいだからね。そうそう、だって道具代も全部あるんだもん、うん、手のこりいくらって1万5千円ないよね。1万5千円って20日で働いたら30万でボーナス出したら同じ年代のサラリーマンの方が年収多いですよ今ね。そうだよね。ボーナスがあるんで、そうそう、あのなんか稼いどるって思われるじゃん、はい、僕らは月がそんだけだもんで、うん、でも平均してしたらサラリーマンなんか絶対多いですよ。浜田さん結構稼いでるから。いやいやそんなことですよ。まあでもそうだね。そんなケースの小川さんで、ああまあきちっとやるもんね、はい、ちょっと腰言わしてぎっくり腰ですけど、はい、浜田さんまだ仕事できるかな。できます。何で恥ずかしがっていいと思うじゃないですか。いいと思うじゃないですか。じゃあ頑張ります、はい、まあ、浜田さん本当にね、まあ、うちの仕事もうみんないい人ばっかりだね。動画出たくないって言ってる人いっぱいあるけど、浜さんちょっと慣れてきてるもんね。いやいや、どうも慣れてきてる。まあそんな感じです。皆さん、ちょっと腰が痛い、うん、誕生日動画やりましたけど、54です。54。いやこれが厳しいなるね。はい、このやっぱ後継者育てなかんね。もうあれさ、60過ぎたら、うん、ドバで掃除してますわ。お金ねえよ。6000円しかねえよ。ドバの掃除。ぜひじゃあ皆さん。まだチャンネル登録いいねよろしくお願いします。お願いします。また見てね。